暑いね今日。暑い。大丈夫まなみちゃん。全然大丈夫。あ、ほんと？うん。今日さ、ちょっとキャッチボールしようよ。嘘。うん。やったことないでしょ。めっちゃ楽しみ。あ、ほんと？でもなんか、よかった。だって野球部だったじゃん。そう、俺はね、野球部だったから。いや、なんか教えてよ、ちゃんと。全然教えるよ。なんかそうやって教えてもらえるのとか結構嬉しいから、うん、あ、本当に？うん。ちょっとうん、キャッチボールする前にさ、うん、肩慣らししようか。肩慣らしって何？あ、ちょっといいから、あっちにさ、川あるから。うん。なんで川に行くの？あっちでちょっと肩慣らし。ちょうどいい石をさ、拾って。めっちゃ綺麗。よいしょ。めっちゃ綺麗、川。ここ綺麗でしょ？うん。で、これを投げるってこと？うん、どっちが頑張っちゃうぞ。遠くに投げれるか。うん。いける？いや、絶対負けない。よし。じゃあ、投げるね。頑張れ頑張れ、サブロー君頑張れ。よいしょ。うわー、すごい。飛んだ。あそこだ。もう半分ぐらいまで行ってるじゃん。そうだね。ほぼ。すごっ。まあ、野球やってたからね。すごいね。そう。まなみちゃん、投げてみなよ。俺が、じゃあ私も半分ぐらいまで行ったから、いい石探して。あ、そうそうそう、石選び大事よ。あ、これでいいな。いい感じ。うん、これでいい。あんま重すぎるとあれだから、重すぎると肩壊しちゃう。いや、でも平べったくて薄いやつがちょうどいいから。結局どこ行くの？え、まなみちゃん、危ない危ない危ない。なんかまなみちゃん、スカートもだって。危ない危ない危ない。何してんの？何してんの？いや、川で。川で何？え、川で何？川でやるってなったらやっぱり。じゃあもう行きます。行きます。はい。すごい、すごいバンドしてる。まなみちゃん、ちょっとまだ温まってないかな、肩が。いや、なんで下から投げてんの？まなみちゃん、すごいバンドしてる。同じぐらい飛んでる。何が？なんで下から投げてんの？いや、別に肩慣らしがサブマリン投法でもいいでしょ。サブマリン投法知ってんの？まなみちゃん、ちょっとそれやめて。すごいバンドしてる。上から投げるんだよ、普通こういうの。いや、別にサブマリンでもいいでしょ。普通とかないでしょ、こういうのに。普通ないんだけど。普通に山田久志。あ、渡辺俊介じゃないんだ。まなみちゃん、ちょっと一回上上がってきて、危ないから。え、もうキャッチボールしようよ。あったまった。あったまったの？うん、サブマリンで。あったまった、あったまった。そう。ちょ、危ない危ない、気をつけて。ちょっと手貸してよ。危ない危ない、手貸してよ。危ない、手貸すから。ちょっとあったまった。キャッチボールしようか。キャッチボールしよう。あったまったわ。普通上から投げるけどな。うん、普通に、うん、よし、じゃあ肩もあったまったし、うん、ついに行く。キャッチボール、ついに行く。グローブ持ってきました。イエーイ。うん、ボールもあるから、せっかくだし内野のマウンドとかで投げてみる？え？マウンドのピッチャーやってみる？あ、いやでもキャッチャーやってあげるよ。でも団体登録とかした？え？市の。何団体登録って？いや、市の団体登録とかしないと、うん、あの内野使えないから。あの市民カードみたいなやつで。市民カード？市民カードみたいな5枚以上集めて、うん、でそれで住所とか登録して抽選会行かないと使えないから。なんでそんな詳しいの？いや、詳しいっていうか、だってそのデートするに当たって私は調べただけで。そうだから、あ、ちゃんと登録してんのかと思ってたけど、登録してないなら。してない、してない。あの、芝の方しか使えない。市民カード持ってないし。うん、うん、だから、マウンドには行けないかな。あ、そうなの。うん、芝ならでも使っていいから。ほら、犬とかも散歩してるじゃない。あ、まあまあ、そうか。うん、じゃあマウンドは無理ってことか。うん。あ、そうなんだ。じゃあ芝でやろうか。そうだね。そしたら市の、軟式野球連盟も心配ないわね。軟式野球連盟、うん、あ、そんなあるんだ。じゃあキャッチボールしましょう。うん。はい、じゃあまなみちゃんグローブ。はい。ありがとう、2つ持ってきてくれたの。うん、持ってきた。優しい。じゃあやろっか。うわー、ちょっと緊張してきた。大丈夫大丈夫。ちょっと緊張してきたかも。そんな離れる？え？最初もうちょい近くでいいんじゃない？いや、全然。あ、ほんと？大丈夫。はい。じゃあ行くよ、まなみちゃん。はいはい。うわ、教えるからさ。よいしょ。お、イエーイ。ナイスキャー。やった。才能あるんじゃない？うまい？うまい。うわ、なんか1球目で取れたの、なんか普通に嬉しいかも。うん、早いな。まなみちゃん、なんか投げ方おかしいとかあったら教えてね。おかしくない。はい、普通におかしい、それ以外が。まなみちゃん、ちょっとイエーイ。ナイスキャッチ。ナイスキャッチ。うん、最初ゆっくり。なんか野球部のなんか彼氏に言われるとやっぱり嬉しいわ。まなみちゃん、ちょっとびっくりしてる今。え、
びっくりびっくり。何が何が？やったことないでしょ。そのアンダーシャツみたいにめくんのやめて、それ。え？そのセーターを。まなみちゃん。はい。え、初めてなんでしょ？なんか見てきたの？何が？見てきてはないの別に。そな、何それ？なんでその次のプレー意識しながらやってんの？はい。じゃあ話、はい、話聞いてよ。帽子かぶってないでしょ、はい、これ。かぶってる人がやるやつだから。まなみちゃんちょっと。何してんの何してんの、まなみちゃん何してんの、ずっと楽しいね。楽しくない、俺野球って楽しいね。まなみちゃんちょっと一回話聞いて。え、ちょっと離れるわ。いや、え、なんで話聞いてくれないんだ。ちょっと離れるね。離れる。はい。上から投げても大丈夫？あ、全然うん大丈夫そうだもんな。なんか普通に取っちゃってるもんな。野球部みたいだよ。え、野球部みたい。何が？動きがロジンつけてないでしょ。何捨てたの今。何何。いやもういいから投げて。何なんでセットポジション入ってんの。何セットポジション入りながら。電車通ってるから聞こえづらい。何セットポジションならないで。セットポジションって何。ランナー溜まってないでしょ。な、何してんのちょっと。まなみちゃんちょっと普通にキャッチボールしようよ。全然イメージと違うわ。な、何だ、誰、何今の。え、誰かの真似してんの。何が？投げ方。全然全然。俺サイン出してないよ別に。なんか上原浩二みたいだな。え？投げ方が上原浩二みたい。上原浩二？メジャーで投げてた選手なんだけど知らないんだ本当に。知らないであれに寄ることある？え？そう、やめてもういちいち動きが。え？カーブ？カーブ？なんで投げれんの？まなみちゃん野球やってたでしょ。なんか教えてって言ってるじゃん。だから、うん、だからそのどっから教えていいか分かんない。その型がもうできちゃってるから。え、型ができちゃってるから。何それ。え、何今のツーシーム。何え、なんでツーシーム投げれんの。東浜の。東浜知ってる。東浜のアジア時代の東浜のミスターゼロって言われてた時の。何言ってんのまなみちゃん。ちょっとムービング気味の。ちょっと待って、ちょっとキャッチボールイメージと違うわ。え、ナイスキャッチって言ってた頃が俺ピークだわ。何が何が。それやめて。野球部の終わりの方のやつ。え、それ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 。なんでじわじわ寄ってきたの。何して何してんの。何が何してんの。はい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 。え、え、何してんの。そんな投げてないよまなみちゃん。そんな投げてない。え、楽しかった。楽しかった。俺楽しくなかった。すいません、気をつけ。はい、よっしゃ。まなみちゃんどこ行くの。水。まなみちゃん水。